宮崎県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止まで定数は3。現在は、宮崎1区の大部分と宮崎2区に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数56万166人、投票率74.07%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数54万2081人。 投票率 79.、79.44%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、528,637人。投票率 81.、81.62%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、521,363人。 投票率 77.、77.01%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、49万8754人、投票率 81.、81.04%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、49万4345人。 投票率 75.、75.41%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数、47万2328人。投票率 83.、83.58%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、44万545人。 投票率 79.、79.56%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日。有権者数、42万1697人。投票率 72.、72.31%第31回衆議院議員。総選挙1月29日執行当日。有権者数、379。552人投票率。 77.48%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数36万8450人投票率71.11%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数36万8855人 投票率 77.、77.30%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、35万1857人。投票率 79.、79.64%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、33万3470人。投票率 77.、77.62%。 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、326,059万人、投票率 75.、75.05%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、335,636万人、投票率 75.、75.93%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数、29万3060人投票率 73.、73.58%。第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、28万2996人、投票率 70.、70.96%。ありがとうございます。